2センチから17センチ、問題ですね、はい、そこから人の不幸を喜ぶ者の刑罰、裁く、この題でお話したいと思います、はい、はい、昨日はこのピアニストの兄弟、坂本兄弟のお父さん坂本晴一さんの1周年ちょっと早いですが、1周年記念の集会を、仙台で持たせていただきました。墓の前に、持たせていただきました、はい、20人ぐらいの方々が、はい、東北、青森からふるさとですね、あるいは東京からと集まってくださって大変感謝しました、はい、そこでお話したこと、はい、賛美歌を捧げ、そしてイエス様の福音を語らせていただきました、はい、今坂本晴一さんはどうなっているかということですね、はい、パラダイスにいますよということをお話しました、はい、これから坂本晴一さんはどういうことが起こるか、これからイエス様の再臨の時にイエスキリストと一緒に、はい、この地上に戻ってきますよということをお話しいたしました、はい、それで1000年間王なる祭司としての仕事をするんだということをお話しました。坂本さんのお父さんと私はたった一度きりは誓ってました。その一度きりでイエス様の十字架復活のことをお話をして、そしてこのお父さんがイエス様を受け入れることをお祈りし、そして洗礼の儀式をして、そしてお別れして2日か3日後に召されていきます。たった1回ですね。それでまた先週はうちの、道江夫人伝道師のご主人のおばあちゃんですね、98歳、はい、浦部、菊江さん、菊江さん98歳で、先週の火曜日ですかね、おばあちゃんが亡くなったっていう、ね、話が電話が来ましたので、はい、道江さん家族は葬儀出席いたしました。これは仏教の葬儀ですね。私は電報を打ち、はい、そしてまた電報を打たせていただきました、はい、どういう電報か、はい、今日あなたは私と共にパラダイスにいます、母上の、昇天の方に接し、ご一家の上に神の慰めと希望を祈りますという電報、4月にお邪魔した時のこのひとときを感謝をしておりますという最後の一文も加えて電報を打たせていただきました、はい、でこの方もたった一度きり病院というかこの施設ですね、老人の施設に訪問して、それで4月に訪問してイエス様のお話をしたわけです。98歳のおばあちゃん、どれぐらい理解してくれたか知りませんけれども、とにかく理解してくださって、はい、そして、お祈りをし、はい、悔い改めの祈りをし、イエス様を受け入れる祈りをし、そして、救われましたよ、罪許されましたよと、天国に行けるんですよと、そして今から洗礼という儀式を授けますから、はい、これはあなたが罪人として死ぬこと、はい、神様の子供として蘇ること、それを意味している儀式ですから、大切な儀式ですよと言って、洗礼式を授けさせていただきました。ですから坂本兄弟のお父さんと同じことをやったわけです、はい、その前の、はい、昨年の12月29日に私の義理の姉、兄のお嫁さん66歳の、はい、この中野美希子さんに、東京の順天堂病院に訪問しました。9階の、個室に訪問して、そして久しぶりに会って、この、美希子さんが癌に侵されて、ね、もう今日か明日かというところでしたけれども、意識がはっきりしているので、あ、はっきりしてんだなと思いましたが、はい、みっこさんっつってですね、お話をいたしました、ね、なんか今こういうことの中で、ね、大変な中でいるでしょうけれども、イエスキリストこうこうこういうことのために、はい、あなたのために十字架にかかったんです、はい、3日目によみがえったんです、ね、あなたもあなたのご主人もその財産をこうなくしたり、いろんな土地をなくしたりということでね、先祖に対して申し訳ないと思っているのかもしれませんけれども、はい、イエス様を信じることによって私たちは、
あの罪は許される、そして神の子供になる、永遠の命を与えられるともに、はい、神の国を相続するんですよと、はい、ですから家を失ったというのと比較にならない神の祝福にこれから預かるようになるんですよと言って、イエス様を信じますかって言ったら、はい信じますとこう言いましたね。はい、それではこの洗礼式を授けます。洗礼式というのはお葬式と蘇りの儀式を意味しますよと言って、はい、彼女に、はい、洗礼式も授けました、うん、途中で入ってきたあの息子がね、兄貴にそっくりの息子が横のベッドのカーテンを一番横にあのなんか来てやっていたらしいんですけども、彼は深い眠りに陥ってました、はい、そういうことがこの3人小ぞちありましたですね。お母さんの、ね、親族、お母さん、妹さん、ね、その家族、そして晴石さんのお兄さんと弟さんと妹さんも、はい、五所川原から、ね、鶴田というところに、ね、来てくださったんですね、朝5時ごろ、ね、そしてお墓のところでお話をしたわけです、はい、どれぐらい、ね、ここに届いたかなと思うんですけれども、はい、坂本さんに頼まれて、はい、お父さんに会いました、国を語りました、洗礼を授けました、そして召されました、はい、前夜式がありました、前夜式に福音を語りました、それでお葬式がありました、お葬式で福音を語りました、これで2回、今年に入って1月の28日だったでしょうか、29日ね、はい、この何週間の、はい、この記念の時を持ちました。で3回、から今度は納骨式がありました、4回、それで今回の1周年で5回、はい、お母さんやいとこ妹さん、はい、この親族の方々に5回福音を語っているわけです。いつも福音を語っているわけです。そしてこの恵みにあなた方も預かってくださることが今日のこの記念会の重要な目的なんですよと、今から1分間時間を差し上げますので、心の中でイエス様を信じ受け入れるその祈りをしてくださいねと言って、1分間の沈黙の時を持って、はい、そして、感謝をして終わったわけです、はい、ということで、はい、大変素晴らしい出来事が、先週今週あったということで、本当に心から願わせたいと思います、はい、今日はエゼキエルの25章を今開いていました、はい、25章から32章、33章ですかね、これは今までの1章、21章から24章と違います、はい、読んで、はい、聞いてお分かりになったと思いますけど、これはイスラエル、ユダヤ人のことを扱っているのではない、ユダヤ人の、はい、イスラエルの隣の国、はいはい、アンモン人、アンモンの国とモアブの人、モアブ人、アンモン人、それから南の方にあるこのエドム、それから西の方にあるペリシテ、この4つの民族と、はい、国のための、はい、神様の裁きの予言になっているわけです。なぜ裁かれたか、はい、今、はい、読んで少しね、どっかで記憶に残るような御言葉があったかもしれません。彼らは、はい、4つの国々とも、はい、バビロニアによってユダが滅ぼされたでしょ。紀元前606年から586年にわたって3回、ね、来襲してこの町を囲んで、最後には神殿も人々も焼き滅ぼしてしまった。そしてある人々は、はい、外国にバビロンに奴隷として連れて行かれました、はい、この出来事をこの今の隣国の人たちは大変大喜びしたわけです。ざまみろって心の底から喜んだわけですよ。私たちも隣人や何かがね、大変な苦労、出来事、災いの出来事があった時に、ね、喜ぶっていうことがあり得るわけですね。ああいうことしたから、こういうことしたからこうなるんだ、だから言ったでしょうと、こういう、ね、思いになるわけですよ、ね、まあ、クリスチャンだってそれはゼロとは言えないわけです、はい、他人の不幸を喜ぶ、この人たちは4つの国がそれをしたわけです、うん、
だから、はい、神様は彼らにもユダヤと同じ運命が待っているんだぞということをここで、はい、エゼキエルさんを通して予言したわけです。そしてその予言は、はい、直ちに的中いたしました、はい、ユダを、はい、このバビロニアのネブカデネザルが占領して焼き滅ぼしたその直後、はい、ペリシテを、はい、ネブカデネザルを占領しているわけです。ペリシテ、西にある今のパレスチナの国ですね。4年後に今度は今のアモン人、モアブ人、はい、エドムに侵入して彼らを滅ぼしております。モアブもアンモンもエドムも、はい、皆さんが創世記を読んでいただくと、はい、これはどういう人かが分かります、はい、アンモンとモアブは、はい、ユダヤ人の先祖アブラハムの、はい、おいロトの子孫です。おいっ子の子孫なんです。昨日は坂本兄弟のお父さんのお兄さん、姉さんの弟さん、ね、それから妹さんと、それで今度はあの母さんの関係者、ね、妹さんの旦那さんとしておったんです。親族なんです。親族がこの本家が、ね、大変な目に遭って神の刑罰を受けて裁きを受けて、ね、そして死にました、ね、神殿が焼かれました、はい、奴隷に連れて行かれました。それをすごく喜んだ。私のうちの実はね、山中亜美というね、亜美元でね、そして、まあ、田舎の小さな地主であったんですね。そして、あの、おじいさんが役場に勤めたり、父親が学校の先生やったりという、ね、そういうあの家系なんですけども、はい、昭和22年、母親が亡くなりました。小学校1年。みんなにすっごくね、同情されました。その前に昭和、戦争の19年にはね、この父親の弟の、はい、この吉おじさんというのがね、レーテ、この間のレーテに行ってね、それで亡くなったんです。戦死したんです。で、私の父親は学校に先生だったもんだからね、まあ、戦争に行かなかったけど、彼はこの若い時はね、100メートル、ね、中距離の戦士、新聞に載るぐらいの活躍したね、足の速い人だった。この父親の方もね、戦争じゃないんですけどね、小学校の生徒連れて四国に行ってね、風邪ひいたんだ、ね、肺炎になっちゃった。一週間寝てね、友達たちが一生懸命どっかから学校からね、学校の家から声をね、あの取ってきてね、それで声に必要に座ったりなんかしたらしいんですけど、ね、死んじゃったんですね。ですから私のね、人生スタートはね、かわいそうな直文君に始まってるんですよ、ね、だからみんなが田舎の人が私のうちの、ね、不幸をね、喜んだかどうか知りませんけど、すごく同情された、うん、私にとってはその同情っていうのがすっごく嫌だったんですね、違いが。で、父親にはあのお姉さんたちが4人いてね、はい、弟もいたり、弟はレイジー、そういう中で、あのおじさんたちおばさんたちから手伝ってもらったり、畑仕事ね、助けてもらいましたけど、ね、イエス様信じたんでしょ、私たち。で、悔い改め、悔い改めの中の一つは何か、はい、これは父親のお姉さんですね、2番目のお姉さん、ね、高瀬奈美さんと言います。同じ村に住む奈美さん、この人に対する悔い改めの私手紙書いた。悔い改め、イエスの信じて、ね、今までおばさんは僕に恨んでいましたので、ね、私も罪を許してください。ただ受け取ったおばさんがすごくなんかね、困ったらしいんですよ。で、自分の息子にね、陸軍士官学校に行ってたその俊介さんという、この息子のところに乗ってね、奈緒さんから手紙が来たけど、これはどういった意味なんだって、これは母さんがね、キリスト教のこれは悔い改めだよですね、悔い改めの手紙が来たんだよってね、うん、それで何か意味が少し分かったらしい、うん、はい、私の中にそのね、おばさんたちみんなにはないんですけど、このおばさんが特に親しくね、うちに出入りしておってくださった、
ね、私のおばあさんの娘ですからね、うん、その娘が同じ村に4年嫁いでるわけです、ね、毎週のように来てね、柿を持ってきたり干し柿を持ってきたりいろんなものを持ってきて私たちも食べさせてくれておったんですけどね、うん、何か知りませんけどね、姉がねそういう年が取った時にね、はい、娘さんになった時に結婚の話が持ち上がって結婚式がね、結婚するってことになった、ね、その相手の男性も村の男性なんですけどね、何かその今のおばさんとその下のおばさん2人が ね姉をね私のうちにやってきてね、姉に何か何か反対めいたことを言ってたんですね、それですからね、私もその時高校生でしたけどね、すっごく私が怒ったんですね、おばさんたちに対して腹を立てて、うん、何言うかっつってね、だからおばさんたちもね普段は親しくしてるのにね、あのおとなしい奈緒さんがびっくりするような怒り方をしたっつってね、まあそういう印象を多分持ったと思うんですけどね、まあ姉はその人と結婚して今も2人も健在ですけどね、うん、だからそのことがちょっと私の心にもあったわけですよ、おばさんたちに対してね、そういう怒ったというね、あ、いう思いがあったで、悔い改めてそしてこのおばさんも時々今日は東京の親戚のもう一人の妹のおばさんのうちに来ることがあったのでね、はい、私も東京のそのうちにおばさんのうちにいましたので、東京に来るとこの奈美さんを教会に連れてって、そして集会に、ね、連れてったことが、うん、それで田舎に帰るところの奈美さんが私を奈美さんが帰ってきたっつってね、自分の親戚の私の彼女の妹やお嫁さんのお母さん、いろんな人を集めて、奈美さんから今からありがたいお話を聞きますからっつってね、来てくれっていうね、そういうことをやったので、奈美さんも私は天国に行ったなとこう思っているんですけどね、うん、